絶好調にしゃぶい一気に寒くなりましたね、もうほんと毛布がめっちゃ気持ちいいけど、しっかり今日は5時に起きました。5時に起きてね、まずは鴨脇さんのお題を、もうとにかく朝パパッとお題に答えるっていう習慣をつけようと思ってね、ちゃちゃっとコメント入れました。で、今日の鴨脇さんのお題は何の選手ですかみたいな、何の選手って何の選手みたいな感じだったんやけど、まあ別に選手じゃないの、選手じゃないんやけど、何の選手かと言われると、まあ、笑顔をね、笑顔を振りまくね、聖火リレー、ね、笑顔をつなげていく聖火リレー選手ですみたいなことを書いたな。もうそれ何をどう言っても、あまり俺いろいろあれがね、引き出しがないので何をする人ですか、何を広める人ですか、何の仕事ですか、いろいろなんか言われても最終的に、いや笑顔で笑ってる人なんですよみたいなね、笑顔とポジティブな言葉を出してる人なんですよって、もうそれに尽きるのでね、あんまないですそんな感じ。もう本当にでね、この時期っていうか、僕よくね、1年四季があったり、その時期その時期でね、まあ、病気的な体的なことでいうと、こう花粉症とかね、アレルギー性、季節の変わり目のね、こう体の変調とか、大体私この時期こうなるのよねとか、そういうのってなんか記憶の部分っていうかね、潜在意識の部分でもなんかね、この時期8月まあ2月3月8月9月ぐらいは経済的ななんかね、こう向上できる、一ランク上に上がれるようなことが起きるんですよ。で、その一ランク上がれることの一番最初に起こることは、人から見るとハプニングっていうかね、試練っていうか困難みたいなことが起きるんですね。本当ね昨日もちょっと言ったけど、車でね、川に落ちて車が廃車になったりとか、10万円ぐらいの契約やった、学校の契約が急に切れるとか、もう本当に家賃も払えないぐらい、経済的な危機がやってくるとかいろんなことが起きるんやけど、でもその時に試験なんですね。あなた、これでも今言った笑顔をね、ずっとつなげる、笑顔をずっと広げる人生を送れますかっていう試験がやってきた時に、笑顔でいるとよっしゃってね、神様やったぜ俺って、それは本当に人からね、いろいろ人がいいとかね、甘いとかね、いろいろやっぱ言われるけど、でもそれを言われた時に答え合わせっていうかね、ああ俺ちゃんと人に甘いとか優しい、人が良すぎるとかね言われた時に、あ、ちゃんとできてるんやなって、笑顔とね、笑顔を貫けてるんやなって、神様から答えをもらってるような気がする、ですよ。だから最近ね、経済的な試験がやってきてますけど、その時に笑顔でね、いいですよって言えてるので、また一歩前進しましたねとかね、なんだかんだ言いながら、まあお金が明確に見えてね、本当にお金はね、仲間、まあちょっと上行って恋人なので、本当にいつもね、こう気をかけて把握してあげないとね、いつも気にかけてあげてないと、お金があって当たり前やろうとか思ってたらね、当たり前じゃないのよってお金からね言われるようなことが起きるのでだからいつもね、500円玉貯金してるんですけどね、絶対500円玉にでね、チューしてね入れます、
大体頬ずり1万円札とか頬ずりしてね、札束あと1000円とか、支払う時とかね、ありがとうってね、いっぱい仲間連れて帰ってきてねって言いながら送り出します。まあ大体でもカードを使うんでね、カードはいつもありがとうねって、あなたのおかげでね、こうなんかこう小銭がね増えたりとか、なんかな、ちゃんとこうお金を整理してね、切りのいい使い方ができてますって、うん、まあとにかくカードは本当か、あなたのごめんなさい、そんな細かいことは考えてない。あなたのおかげで楽にお金が使えてますと、そうやってカードにね、いつも感謝してます。ね、そんな感じ。いやだから今また俺が言うんですよね。また今これを笑顔貫いたら、また俺一ランク上がれるんやと思ってね、ちょっとワクワクしてる。でとにかく関わってる人で、本当去年の今頃もどうするっていうようなことが起きたんですよ。で周りも心配してね、いろんなことを裁判とかね、なんかいろんなこと言いよったけど、ああそうですねって、あ、いやそれはもう、そう裁判にねする時になったらそれはした方がいいですとね。でも今はできることがあるからできることやりましょうって、もうゴールは見えたんやけ、もう今回もゴールは見えてるんです。支払うお金も、見えてきたしね、うん、だからそれに向かって笑顔で過ごすだけ、やることはもうすごい常にいつもシンプル楽々簡単、そうなんですよ。よし、じゃあで今日の5、6分や、今日のひとりさんのまた言葉がねすごい素晴らしい。ほらちょっと光って見えるなこれ笑いながら食事をすると健康になるよ、笑いながらご飯を食べると特殊なホルモンが出て健康にいいそうです。だからといって本当に笑いながらご飯を食べることは不可能です。これは楽しく食事をしようということですよ。明るい話題で明るい食事、考えただけでも健康そうですよね。ね、素晴らしいね。やっぱ僕本当に食事はね、食事するときは美味しいねって、なんか人からものもらってね、食べるときは美味しいねって、子供たちにも好き嫌いあってもねいいから、食べてるときにね、お母さん美味しいねとかね、なんか食べ行ってもね、その場の周りの人たちにね、美味しいねこれって、とにかくものは美味しいって言いながら食べようって、うん、これはもう最高のなんか食事をする時の最高な言霊ですよね。これを言ってもらってね、おしわけないじゃないとかいうお母さんとかもいないと思うんですよね。いっぱい食べりって喜ぶと思うんですよ。なので美味しいって食事をするときはハハハって笑いながら食べれないんでね、でも美味しいってし、い、語尾にいがつく言葉を言うと口角上がるんですね。美味しいってね、美味しい美味しいって言うとすごくその食べ物がね喜んで体にいい細胞になってくれるので、美味しいって言いながら食べましょう。何回も美味しいって言ってるなきっとなんか美味しいもの俺食べれるんやな今日そんな感じや。今日は何にする、あでもな、やっぱりね、笑顔を笑いながらってね、こうなんか光ってるな今日な、いいな素晴らしいな、パーってこれが動画撮った時にどういう映り方するかわからないんですけど、このカードが光ってるんです、すごい。何にする、今日何やった、まあでも笑顔やな、笑顔を、うん、今日もいろんなことが、今日はね今からね、中学校野球のね、新チームでのね公式戦の、今日先週初戦勝ったんでね、準決決勝があるんですよ。だからね今日もいろんな、まあ、試合なのでね、やっぱりピンチも来るしチャンスも来るし、どんな結果が来ても今日も笑顔貫きますね。こう笑顔っていう最強のアイテムをくれた神様、ありがとう、よかったね、はい、ほほはははほほははは、イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、よし。
大丈夫、手順かよ。大丈夫、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 なんとかなる、手順かよ。なんとかなる、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 なんとかなる。ついてる、手順かよ。ついてる、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 オッケー。高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。よっしゃ。じゃあ終わりましょうね。最高です。ついてる笑顔でにゃん。あ、いいね。じゃあ久しぶりにサンキューで終わろう。6、7、8、プチ。